Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Play the five tone.20世紀ロックへようこそ。今日は久しぶりの通常モードつうかライブ版聞こうぜって趣でロックならではの高揚感とかエネルギーの放射を体感できるマジで言葉通りノリノリな作品ハノイロックスの燃えるロンドンナイトについてトークしていこうと思うんだけど、あのハノイロックスっていうのはさ、もともとフィンランド出身で途中からロンドンに活動拠点を移してたみたいなんだけど、でも本格的な世界進出というかアメリカデビュー目前に活動をストップしちゃったので、いわゆるワールドワイドなスターってイメージではないんだよね。なんだけどこのライブ版がレコーディングされた1983年12月っていうのはまさにブレイク前夜、もはや機は熟しまくりってことで、ほんと爆発寸前の荒々しいテンションがパッケージングされてるわけ。会場はマーキーっていうロンドンの老舗ライブハウスで、まあ、日本でいうと新宿ロフトみたいな決して大きい会場ではないんだけど、つかジャケットからも会場の熱気は十分に伝わってくるんだけど、こんな感じ、かなり物々しい様子がうかがえますよね。まあ、このアルバム2枚組なんでぶっちゃけ長丁場になるかもだし、前工場はこのくらいにして早速収録された楽曲を順を追って見ていこうと思います。まずは A 面というかライブのオープニングにあたるパートですけど、針を落として最初に聞こえるのはおそらくカルミナ・ブラーナだと思うんだけど、すごく小さな音量でイントロダクションというか SE が収録されてんのね。でそっからグワーってなんだこのテンションってのノリで1曲目のパイプラインになだれ込むんですけど、あのいわゆるハイテンションっていうのとは違くて、もっとこうルーズでだるそうででもめちゃめちゃクールでホットっていう、それってロックじゃんっていうさ。これそもそもジョニー・サンダースの真似っ子というかオマージュなのは明白で、あのジョニー・サンダースの So Alone っていうソロアルバムがパイプラインで始まるんだよね。だから全然意外な選曲とかじゃないし、ぶっちゃけベンチャーズは関係ないと。でシンガーが加わっての実質的なオープニングナンバーはオリエンタルビートってことになるんだけど、もう勢いだけで押し倒す気満々っていうか、このバンド演奏スキルはおそらくランナウェイズくらいだと思うんだよね。ただ曲はキャッチーで好感が持てるし、ぶっちゃけめちゃめちゃ愛せるんですよね。ぶっきらぼうなコーラスもいい味出してるし、もうほんとバッドボーイズロックそのものってなイメージでかっこいいので、次のミステリーシティもとびきりキャッチーな曲なんだけど、これはこの時のその1983年当時の最新アルバムのタイトル曲ですけど、あのこのバンドはさ、ルックスはもろにロックンロールって感じだけど、意外と鳴らしてる音はパンクに近いと思ってて、マジパンクバンドとして売り出してたら5万倍早くスターダムにのし上がってたんじゃないかと、そんな風に思ったりもするのね。なんたってロックスターとしてのポテンシャルはめちゃめちゃ高いわけだから。つうかこの曲の最後ぐちゃぐちゃになる感じとか最高で、なんだろう、70年代のエアロスミスなんかよりよっぽどぐちゃぐちゃで、もうここまでやれたらもはや下手馬というよりむしろうまいんじゃないかって、そんな気もしてくるんですよね。ってマジ頭から飛ばしすぎじゃねって心配になるくらいずっとフルスロットルで突っ走ってるわけなんだけど、次のモーターベイティンって曲も無条件に上がるっつうか、イントロとかベース持ったら絶対やりたくなるし、サビとか気づくと口ずさんでるしっていう、この曲とかまさにベタなロックの極北なわけだけど、もうほんと溢れるほどの名曲オーラが全てのフレーズに宿ってるっていう。おそらくこれハノイロックスのど真ん中みたいな曲だから、これ聞いてダメな人は多分ダメかもって、ぶっちゃけ魅力的な B 級映画みたいなバンドだったりするからダメな人が意外と多いのは知ってたりするんですけどね。で A 面のラストは Until I Get You、 これはパワーバラードってのは趣の熱く激しいバラード曲だったりしますけど、もうね雑というかめちゃめちゃ大味なロックバンドでしかないってのアレンジがたまらないんですよね。だしもはや歌詞がどうとかメロディーがどうとかそんなことはどうでもよくて、ただただエモさだけが際立つっていう、おそらく当時のシーンでは特にアメリカではまあ受け入れられないだろうなって今聞いても思っちゃいますけど、でも何気にガンズ&ローゼスへの影響とかはむしろこういう曲にこそ顕著に見受けられたりするんですけどね。B 面はとびきり熱く叩きつけるようなリズムが印象的なメンタルビートで幕を開けるんだけど、これはハードロックっぽかったりもするけど、でも絶妙にジョニー・サンダースがブレンドされてるから良くも悪くも軽いっていう。つうかハノイロックスのルーツというかお手本はズバリニューヨークドールズだったんじゃないかと、マイケル・モンローはデビッド・ヨハンセンになりたかったんじゃないかと、この曲からは特にそんな印象を受けますね。そうそう、途中で演奏がドラムだけになるんだけど、その時とかオーディエンスがめちゃめちゃ盛り上がってんの。これイギリス中のファンがマーキーに駆けつけたんじゃねって、なんだろう、数っていうより熱量がすごいので、次はこれマジでロッククラシックとして認知されるべき珠玉の名バラード Don't Never Leave Me なんですけど、もうイントロのギターがやばいレベルでかっこいいっていうか、この曲スタジオバージョンも2種類あるんだけど、このアルバムに収録されてるライブテイクはそのどちらとも違う最強バージョンなんだけど、ぶっちゃけ名曲認定するには
ちょっとプレイが雑なんですよね。まあ好きな人にとっては、つか少なくとも俺にとってはそれもたまらない魅力だったりするんですけど。で次はこれまた最強のキラーチューン、白夜のトラジディの出番なんだけど、これはデビューアルバムのオープニングを飾ってる曲ですけど、もうねこれこれこの疾走感っていう、ストレートというかひたすら直線的なロックンロールなんだけど、サビは嘘のようにメロディアスで、なんだろう、これを否定したらロックなんてどこにもなくなっちゃうと思うんだよね。ぶっちゃけギターソロの後のリズムの決めとかめちゃめちゃやぼったいんだけど、でもそれも含めて最高っていう、控えめに言って大好きですね。でトラジディが終わると思った瞬間に畳みかけるように始まるのがマリブビーチの誘惑で、これなんてもうイントロだけで超かっこいいし、マジキャッチーなロックンロールってこういうことだと思うのね。つうか誰だってさ、腕組みしてバラード聴きに行くわけじゃなく、こういう曲で騒ぎたくてライブに行くわけだから、そういう意味では満足度 100% のロックショーなんだよね。とまあこれで1枚目を聴き終えたわけなんだけど、マジで捨て曲なんて1曲もないし、ロックンロールが誕生した頃のキラキラしたオーラをまとってると俺は本気で思ってるんですよね。でまだまだ続くぜ C 面だぜってことで、もうほんと全くテンション下がらないというか、中だるみってなんだそりゃって感じでさ、ここからも熱いプレイが炸裂するんですけど、まずはセカンドアルバムに収録されてたビジターって曲で、これとかもほんと荒削りっていうか、マイケル・モンローの歌もアンディ・マッコイのギターも決して上手くないし、ぶっちゃけこの曲に関してはメロディーだって凡庸だし、なのにミラクル級に魅力的っていう、なんだろう、ガンズ&ローゼズの曲になかったっけって思っちゃうもんね。だし感想というかギターソロが妙にキャッチーだったりして、何気にそれもかっこいいんですよね。で俺今日かっこいいしか言ってない気がしてきたけど、で次はファーストアルバムに収録されてたイレブンスストリートキッズっていう曲なんですけど、これはまあイントロのギターが印象的なひときわポップというかブリトポップみたいな曲、もうほんとワンダースタッフとかがやっててもおかしくない、そんな感じなんですよね。でその次のタクシードライバーって曲がもう気が触れるくらいかっこよくて、ミドルテンポのアーバンブルースみたいな超クールな曲ですけど、なんだろう、こういう曲が83年当時のイギリスに需要があったとは思えないんだけど、でもキャッチーなメロディーを携えた曲より全然説得力のある抜群な演奏なんですよね。むしろこういうブルースを下敷きにした本格派っていう路線もこのバンドの選択肢としてはあったのかも。マジ一番好きかもと思えるくらい好きな曲です。でこの面のラストはロストインザシティって曲なんだけど、これはもう世界中に5万とある8ビート3コードのロックンロールで、そうだね、こういう曲で差別化を図るのは難しいけど、でも意外なほどアレンジとか工夫してて、そういうとこけなげだなって思うっていう全然印象に残らない雰囲気だけのブルースハープが逆に愛らしく感じちゃったりもするっていう。ラストの D 面はライトニンバーブルースって曲からスタートするんだけど、これはホイト・アクストンって人のカントリーナンバーっていうか、ブラウンズビル・ステーションのカバーと思った方がいいかも。あのスモーキン・ザ・ボーイズ・ルームの人たちねまあモトリクルーと関連付けたくはないけど、でもニアだよね。こういうカバーってフィンランドではバンドの個性を主張ってことにつながるのかもだけど、でもアメリカ行ったら町内会レベルだと思うんだよね。この辺イギリスではどう聞こえてたんだろうね。で次のビア&シガレットって曲が実はハノイロックスで一番かっこいいんじゃないかって思ってて、いやそんな曲が今日は何曲もあった気がするけど、この D 面ってさ、この曲以外は全部カバー曲で、なんならこの曲もカバーなのって思うくらいスタンダード級の完成度を誇ってるんですよね。ここまでやれたらもはやオリジナリティなんてどうでもいいっていう。でここからは怒涛の名曲カバー大会って感じなんだけど、まずはアリス・クーパーのアンダーマイホイールズ、あのキラーってアルバムの1曲目、俺の回転花火ってやつね。これとかもさ、アリス・クーパーの楽曲の中でも最もベタかもって曲を引っ張り出してきて、ひたすら原曲通りにプレイしてるっていう、もはやアリス・クーパーを取り上げることがアイデンティティ、そんなプレイ。で次はストゥージーズの1970を取り上げてるんだけど、これタイトルの表記も I feel alright ってことになってるし、どう考えてもダムドのカバーですね。むしろそう捉えた方がロックンロールプラスパンクで彼らが成り立ってることの証みたいでちょうどいい。つうかこの曲のギターソロがメタメタかっこよくて、なんだよちゃんと弾けるじゃんって思うし、そこからテンポを半分にするのもナイスだし、でもう一回アップテンポになるのとかもお約束だけどたまらないっていう。でラストはレモンティーつうかトレインケプトはローリンで締めるっていう、このカバーもヤードバーズっていうよりエアロスミス経由でしょうね。もうとにかく最高、最高潮ですよ。聴き終わると大満足っていうか、心の底から満たされましたって感じです。あのハノイロックスはさ、何かとルックス先行みたいに言われるし、実際俺だってミュージックライフとか見て音聞く前にかっけーって思ってたわけなんだけど、それってロックバンドにとってはプラス要素というか、ルックスでアドバンテージを取れないのは逆にロックバンドとしては致命的だと思うんだよね。ぶっちゃけデビュー当時のアクセル・ローズとか、日本だとジギーの森重とかはルックスも含めたフォロワーって気がするし、それ別に全然悪いことじゃないからね。つか楽曲のクオリティとか演奏テクニックとかを超越してひたすらスリリングにロックンロールを鳴らすっていうのはやっぱ最高としか言えないし、
こういうバンドの魅力を存分に味わうにはライブ版がもってこいだと思うんですよね。だいたい俺はもともとライブ版って好きなんですよ。ってことでちょっとライブ版に注力していこうかなってふとそんなモードになってたりもします。まあ先のことはつか次回のことすらいつも決まってませんけどね。それでは今日はこの辺でベターなロックに乾杯。